はい、おはようございます。トーレイです。パリコレデイ7ですね。今日はようやく昨日とは打って変わって天気が良くなってこんな感じ。まあまだめっちゃ晴れてるってわけではないけれども、雨降ってないだけ幸せ。今日どこに行くかと言いますと、今からですねエルメスの小物の展示会に1個行って、その後に前回見て面白かったのドゥランランチキ覚えてますかね、若手のブランド、あれ行ってで、オットリンジャー行って、アトレイン行っておしまいです。エルメスの小物の展示会にやってきました。なんかすごい可愛いモニュメント、カーフの柄がどんどん変わるときちょっと柄がついてるスカートとか、これもスカーフなんですね。ジョッキーになってます。あ、だからここに靴、上の靴があるのかな。あ、これね、ちょっとシェーンダンクルのモチーフがちょっとあしらってある帽子だったりとか、この感じのバッグもなんかエルメスっぽくない、エルメスよくないですか。 H がレザーでくるまってるシリーズがカラフルなのが緑、赤、ブルー。あ、ちょっとこそっとこういうところに H とかって書いてある、きれい。あ、このバレエな感じも良きやね。大好き、アクセサリーシリーズですね。なんかすごいいろんな形のチェーンが連なっておりますね。指輪かな、こういう感じっていいですかね。これ超良くないですか。すごい大ぶりの指輪みたいな、こういう感じ。あ、ちょっとベルトタイプみたいのもあったりとか。欲しいよ、誰か来んないかな誕生日とかに。誰か来んないかな、タムヤンとか誕生日とかに。誰か来んないかな、タムヤンとか誕生日、誰かタムヤンとか来んないかな、来んないかな、タムヤンとかね。こういう2連とかも良いやん。こんなん永遠に見てられるやつじゃないですか。シルバーの場合はこっち側が石になっている感じですかね。器が踊ってる、かわいい。ここだね。あ、箱もちょっと小刻みに動いてる。あ、携帯ケースとかあるよ、ペタってつけるやつじゃない、ね、こういう感じね、うん、かわいい。馬とかかわいくないですか。はい、ということでですね、毎度毎度のパレード東京にやってきました。毎日来てますね。こんな感じ、人はまだそんなに入ってないのかな的な感じもしますが、ちょっと写真撮らすね。マダム、キャラディクピック。おソーリーオッケー、ワンモー。うん、ようやく会えましたよ。ようやく会えました。お元気でしたか。お元気でしたよ。何度かやっておりましたよ。マリコさん見た中で今印象的なショーとかある？今シーズンはクロエがすごい良かったです。デザイナー変わった。デザイナー変わってファーストシーズンでクロエガールズ、本当の今までのクロエガールズがやっと帰ってきたっていう感じで、すごくエレガントで素敵でした。じゃあ行ってらっしゃいませ。行ってきます。じゃあね、またね、はいはい、こんな感じです。なんか心なしか前回よりも力のある人が増えたかなというのが印象と、めちゃめちゃここいい匂いするんですよ。やめやめ、始まりました。
え、そうなんみたいな。前回のドゥランランチックもすごい面白かった、すごい面白かったなと思ったんですけど、今回は非日常ではあるんですけども、ちょっと 日常感をプラスした、でもちょっとなんか変みたいなところの落とし込みだったかな。ベーシックアイテムにドゥランらしさをちょっとこう加味したみたいなところのルックもあったりとかして、私個人的にはまた大好きでした。オトリンジャーに来てみました。前回と同じ場所ですね。そういうなんかね、ブルーの内装になってますね。この窓から中が見える仕組みになっているので、キッズたちはちょっとでも見れたらいいなみたいな感じで窓際に群がっております。馬がいたよ。どういうこと？よく動く子だぜ。ほら、なんかすごい人がいる。オトリンジャーは結構こういう面白い人が多いですね。はい、そして今日は最後のショーですね。アトリエン来ました。こんな感じです。ちょっと遅れてきたかも、そろそろって感じなのかな。はい、ファーストルックです。赤か、好きですね私。なんか割とチップ使いが今回綺麗ですね。すごい綺麗なチップ、いいアクセントになってますね。このパンツも気になるな。結構ハイウエスト、ちょっとアーミーっぽい要素を感じるのは私だけ？やっぱジップ綺麗じゃないですか。ロック割と好きですね。このままピラティスとか行きたい。このパンツも綺麗だな。真ん中のジップが効いてますよね。あ、多分こう足長く見る効果あるね。どうなってるの？すごい不思議な生地感ですね。このルックも割と好き。色の組み合わせかどうか。終わりました。今シーズン私個人的にはあのカラーパレットがすごい好きだったなと。紫とかちょっとこうくすんだ緑色とかでちょっとキラキラしたものがあったりとか、あの色のバランスは私好きだったかなっていうと、ジップ使いがすごい可愛かったなって、キラキラって、そこが特徴的になってたかなと思いました。今からはですね、友達とご飯に行ってこようかなと思います。じゃあねー。お魚の美味しいところらしいです。乾杯。あっこです。相変わらず2人でご飯食べてます。すごいです。2人とも貝好きだから嬉しいです。はい、今アッコとご飯終わって帰ってるところなんですけども、お友達とご飯食べると元気出るねって、本当改めてそう思いました。残り明日と明後日頑張りたいと思います。青空、久々に青空見ました。はい、そして今向かっているのは、ステラ・マッカートニーですね。その後に堺行って、ポール・カサノバ・デルバス行って、どこかで昨日ご飯食べたアックいるじゃないですか。結構面白いブランドやってるよっていうので顔出したいかなと思います。じゃあステラから頑張ってきます。じゃあね。やばい、なんか全然違った、びっくりした。なんかおかしいと思ったんだよ、誰も降りてないから。ちょっとなんか、間違えてみないな、ちょっと。向かいます、もうやだ。こんな時に限って。なんとか無事にたどり着きました。なんで全然違うところに私、降りたんでしょうね。会場、こんな感じです。なんかすごいスケルトンの空間ですよ、なんだろう。私の前の人の肩に静かにって書いてありますね。大きい音苦手な人なのかもしれないですね。まあ、重力が本当に大きいですけど。
今プレスリリースを読んでるんですけども、今シーズンは 90% のお洋服がサステナブルなもので作られているっていうことですね。ステラ見に来た後だと思うんですけど、いかがでしたでしょうか。すごいキラキラのスパークルだったりとか、うんうん、あとは赤とか黒とか強い色がこう入ってきて、信念とか強い思いっていうのが伝わってくるような、ジャケットスタイルだったりとか、うんうん、こうオーバーサイズの方が買ったものだったりとかがすごい印象的で、なんかクリーンでこう、なんか地球の美しさを表現しているようなコレクションだった。確かに風になびくようなこう黒いやつ、うんうんうん、だったりとか、黒だったりしてもこう風にこうふわっとなびいたりとか、なんかどこか軽やかな感じで、それも見てて心地よいっていうか。なるほど、ありがとうございます。印象的だったのはキラキラした素材のアイテムが結構出てたのがすごい私的には好きなのと、やっぱバラクラバとかハイタートルネックみたいな、やっぱ顔周りっていうのが今シーズン一つのキーポイントになってくるんじゃないかなっていうのを感じました。あともう一個、すっごいでっかいバッグあったじゃないですか。2泊3日くらいできるくらいのでっかいバッグ、あれが出てたのが印象的で、最近ずっとこのマイクロバッグ、すごいちっちゃいバッグですね、ちっちゃいバッグブームだったから、もしかして大きいバッグが戻ってくるのかなっていう、ステラからバッグのゲームチェンジが始まるかもしれないなってちょっと思ったりしております。はーい、アッコのショールーム行こうかなと思って向かっております。やっぱ全部楽器、楽器、あ、本当だ本当だ、こういうやつ、あ、本当だ本当だ、これおしゃれにカラオケのそうね、カラオケ、カラー、かわいいデザイナー、はい、ナイスミッチュー、ナイスミッチュー、アムレイ、アムローガン、ローガン、かわいい、そうキュート、 and also this is, you can play it、 あー、かわいい、このこれでオーケストラでプレゼンテーションしたっていうぐらい、本当に全部できるんだ、ちゃんと音色を美しく、確かにかわいい、これは、あー、yeah, so、なるほど、これ面白いね You can adjust the lane here、うん、あ、なんか形が変えられるよと、オペラがテーマだったから、その、うん、あ、オペラの幕、そうそう、幕、はい、舞台が始まりました、かわいい、あげましたみたいな。はい、次はですね、アンバリドの駅に来ましてですね、堺ですね、
ちょっと今までより少しだけ極端な少しだけ極端な形とか提案を。ほう。提案ね。提案。いや、洋服は素晴らしい、美しい。今回はですね、会場が緑色の真空管みたいなのが取り巻いておりまして、いろんなブースに分かれている感じ、区切ってる感じですね。どんな感じか楽しみです。始まりました。緑色から一気に真っ白になった。なんだろうっていうとの答えが私見つかった気がします。人の体を縮尺をきれいに見せてくれるシルエットがすごい秀逸なんだなっていうのが分かりましたね。一般的な体型の人が来てもきっときれいに見せるであろうカッティングだったりとか、なんだろうな、バランスの取り方みたいなところをしているところがいろんな人に人気なのかなって思いました。ちょっとみんな見て、みんな見て、セーヌ川、この天気のいいセーヌ川を見せたかった。これだけで幸せ。こっちから。え？レスリングしてる。レスリングしてる。コーラカさんの場出る場所の天気だからドレスするっていうね。プレゼンテーションっぽいですね。格闘技をしながらちょっとランウェイもあるよみたいな。出ればさ、毎回こう謎のプレゼンテーションするからめちゃめちゃ面白いです。でもよく見ると洋服可愛いですよ。セカンドスキンみたいな感じの柄物で、じゃあもしかしてこれは先生役かもしれない。みんなちゃんとやってか、先生見てるぞ。もう一人の先生が現れた。ちゃんとみんなやってか、先生見てるぞ。ちゃんと放課後居残りだぞ。今日はこれぐらいにしといてやろうか。なんすか、なんすか、戦いの後の舞みたいなやつ。ボスやった。無事、ホテルに戻ってきて、今は写真取り込んだりとかのまた作業中です。気がつけば皆さん明日で最終日ですよ。今日は早めに寝て備えたいと思います。
まさかのヨシミンとホテル一緒でした。今日ちょうど出かけようと思ったらヨシミンがいました。今からどこ行くの？今からブランドのショールームに買い付けです。じゃあ行ってらっしゃいませ。はい、そして、改めまして今日が最終日でございますよ。今日は、最初にシャネル、その後にゾーマ、これがまた、ちょっと若手のアップカミングなブランドなんですけども、その次にキコですね。友達の、展示会に行って食いにって感じなんですけども、まあ、ちょっとやれる限り頑張りたいなと思います。じゃあ行ってきます。ここがシャネルの会場です。シャネルの場合はお客さんがすごいたくさん見られるなっていうのが、他のところとは一個違うかなっていうところですかね。すごい道中にね、これくらい人が溢れております。この黄色いのが多分何かのスターですよね。スクリーンに映し出されているのは星空とかですかね。すり鉢状になっている空間になってますね。始まりました。帽子が特徴的なのが多いですね。大きい帽子だったりとかハンチングだったりとか、つばの広い帽子がたくさん出てきます。ハンチングもちょっと大きめだったりとかしてますね。先シーズンのシャネルは春夏で花柄がいっぱいで明るいイメージだったけど、今シーズンは冬のドービルですね。ドービル、うん、男と女の映画の舞台になったところで、ドービルっていうのはココシャネルが一番帽子を作ったりとかしていた場所なので、まあ、ゆかりもありながらということで、だから今シーズン帽子たくさんあったので、うん、すごく幅の広い帽子とか、いろいろありましたよ ね、 ね、ありがとうございます。さすがでございます。そして間に合いましたゾーマーですね。ゾーマーは、2人組でやっている、デュオなんですけども、1個がクルエ出身なのかな、で1個がなんか電装とかに働いた人がやっているっていう、2人でやっているところで、なぜこんなにそのちょっと注目かっていうと、ファーストシーズンから、ドーバーの方でフックアップが決まったっていうところもあって割と人気ということでした。どんなクリエーションなのか見るの楽しみです。カラフルだ。そう、なんかすごい面白い出してますね。この色使い好き。シルバーと茶色とグレー。その中に面白い切り込みが。なんか持ってる。またなんか持ってる。アーティストコラボって言ってたから、お腹に持ってるやつもそうだったのかな。これもなんか造形的ですね。ティッシュペーパーみたいになってますね。携帯のね、携帯
かみたいな。かわいい。なんだこりゃ。これでも自分でやってる方も結構楽しくなってきちゃうよ、しかも途中から。私普通の服でよかったって思いながら歩いてる様子です。私このルック好き。この肩にあるシャカシャカだけ販売してくんないかな。パーツ売りとかないんでしょうかね。なんですけど、あの女の子2人組を想像してたんですよ。たら結構おじさん2人組でびっくりしましたね。なんかでも分かる、ハッピーなおじさんたちが2人で作りますみたいな感じなんだなって思ったら余計なんかチャーミングじゃないですか。はい、キコの会場です。もうすでに結構スナップ始まってますね。ちょっと遅れを取ったんで頑張りたいと思います。こんなところで皆さん覚えてますか、この2人のことを。大阪編を詳しく見てもらえばと思うんですけども、石垣さんです。はい、浜松です。今回じゃあパリで印象的だったショーとかプレゼンテーションありますか、ブランドとか。ジュリー。あのアントワープの人。うん、みんないいっていうね。これからもう盛り上がりそうな匂いがプンプンする。これそんな目利きが言うんだったら間違いがございませんね。ファーストルックです。方だったりとかをすごい感じましたね。先シーズンの特徴的だった靴、が今回アップデートされてて、長いロングブーツになってて、ロングブーツそうだったんだ。パンツにロングブーツを合わせてこうちょっとカプッとしたシルエットがすごくあった、私の中では印象的でしたし、お店でも提案したいなと思いました。なるほど、ありがとうございます、はい、高松ちゃんに似合いそうな感じしました。ちょっとみんな見てもろてよろしいでしょうか。見てもろてこんな感じです。ということで、ステイクグラマーとコラボの靴、秋だけ履いてきて、はい、これだけキコなんですけど、他は一応でも全部ロンドンブランドで履いてて、なんかすごいサイバーな感じ。はい、どここのジャケットとバッグがヨハンナパーブっていう、またロンドンのブランドなんですけど、サイクリングブランドなんで。あ、だからこういう素材感なのね。ちょっとね、今シーズンちょっと天気がね、悪めなので悪かったこれ雨にも対応してるので、割とこうタフに動き回るのがすごく快適なお洋服で、この黒いやつは、上からチョコバロエナのベストを合わせてます、ロンドンの古着屋さんで購入しました。かわいい、さすがでございます。ありがとうございます。私ね、シューケット好きなんだけど、シュークリームの中身がないバージョンみたいなやつもシューケットって言うんですけど、相変わらず安定と信頼のシューケットは美味しいです。どんなブランドなんでしょう。たかしさんっていうパリに住んでる日本人の方が、はい、1月にデビューしたばっかりのウィメンズのブランドのショールームです。ゆいちゃんも一緒です。そして今日のゆいちゃんが
かわいいでーす。ロリータでかわいいでーす。このレースは？こっちは 3D のレース。いや、アメリカのレース会社なんですけど。あ、ほんとだ、3D だ。はい。見てる。へぇー。全部これも手で最後、始末してますね。こっちも。これは、ね、次に使おうかな、作ろうかなと思ってる。第2弾のやつなんですけど。なるほど。あ、ほんとだ、まだ途中のこう針が置いてあったりとか。形は全部一緒ってことですか？形は全部タンクトップですね。やっぱりこれ開いてるから普通のマシーンだと縫えないんですよ。なんで、うんうん、1回チュールと一緒にこうやって2枚重ねにして、うんうん、で一緒に縫っていうやり方で、これもそうなります。メッシー、わふー、全体的におしゃれ、おしゃれ。ポレンタ、ポレンタ、ポレンタでと、シーバス、味噌と酒の、シーバスだっけ、なんだっけ、シーバス、と、噂のせっくん、噂の温泉卵です。めっちゃ旅館スタイルだったね。あの、朝食ですね、朝食系ですね。100点、ポレンタ美味しい。あ、本当だ、確かにバックステージっぽい。あ、すごい、お部屋みたいだよ。ボンジュー、すごい人んちみたい ね。イエーイ、嬉しい。そう、実はここはリゾーリさんの作った建物で、1階、2階、4階、5階がさっき見たバーとかになってて、3階がこのリゾーリスペースになっておるわけですね。サインコピーがありました。わー、Thank you so much。 わー、嬉しい。はい、無事今家に帰ってきました。とりあえず、まあ、パッキングしてちょっと仕事して、今日は最後の夜は終わりたいと思います。はい、今ですね、シャルル・ド・ゴール航空に無事着きました。今回はいつも以上になんか幅広いレンジのショーを見させてもらったかなっていうのがありがたいなってところですね。すごい若手のアップカミングなところからメゾンと言われているこう老舗のところまで見させてもらったのがすごい印象的でした。ストリートスナップもあの天気には恵まれませんでしたが、まあ、なんとかかろうじて、撮れているかなと思います。今シーズンのテーマとかそういうこともちょっとなんか浮かび上がってきたかなって、おぼろげに見えてきたかなと思うので、これはまたあの4月末にあるセミナーでぜひお話したいなと思うので、ご興味がある人は概要欄に URL 貼ってあるので、よかったら見てみてください。あとはですね、皆さん忘れてはならない、3月ですよね。3月は東京のファッションウィークもこれからやるので、3月中旬とかに出ると思うので、よかったら見てみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。